よし。ごちそうさまでした。そう、こういうとこ猫いないな。こっち来て猫見てないような気がする。なんでじゃろ。これ夜間の準備か、 B1 グランプリ的な復興の F なのかな。なんかグルメ企画らしいです。明日やるらしい。遅かったな。あ、これバスのあれか。バスのあれかって。ここもバス専用道を作ってるんだ。まだ作ってる途中かな、これは。JR バス結構頻繁に来てるな。少しこうしてみるとまだ海沿いは何もないな。信号があんまり見たことないやつだ。低いなこの橋。やっぱりあの残骸の上にみんなお供えというかお参りみたいなことしてるのかな。あれは
よいしょ。明日の F1 の準備だ。あれも。内陸の方を通るかか。予定ルートだと内陸の方にしてるけど、まあ、こっちの方が近いかな。うん。じゃあそもそも道がつながってるかどうかわからんし、つながってるかな。めっちゃ怪しいな。あるかないか見えない。これだとまあ予定通りでいいか。さてそろそろ配信準備。通常配信で、いや通常配信でどうしても通常は維新でにしかならないな。1700円プラス300円。あ、あと1分ちょいあるな。もう少し進もう。前ここはあのスクラップにされた車がいっぱい置いてあったとこじゃなかったかな。いらっしゃいませ。
あと20秒15秒。今なんだあれ、上でタイヤを空回りしてた。ふぅ、自動無料延長にして、読み上げがいよいよ小さくなったな。今のところ大丈夫っぽいですね。じゃあ行きます。さんさん商店街でいいだけ食ってきましたよ。あの秋馬丼っていう海鮮丼とコンピューターおじいちゃん、なんかうまいな。うまかったですね。焼いてあるものが入ってるの珍しいですよね、海鮮丼で。ちょっと晴れてますね。秋馬丼、まあ海鮮丼です。正確に言うと南三陸キラキラ秋馬丼です。正しく言うのであれば。でその後あのぜんざいもいただいてきました。汁粉だっけ、キラキラ。今日は自炊ではないです。今日もうまかったですね。イクラとブリか何かの刺身とマグロと焼き鮭と焼きホタテと、イクラとあと何が入ってたっけな、そんなもんかな。また金落としてきてしまいましたよ。もう札束でほっぺた叩いて買ってき、ま、あの食ってきましたから、まあ2000円ぐらいで。独身貴族ですから、いい大人ですから、2000円ぐらいへでもないんですよ。でもあそこの食堂はあのその高いやつの他にも普通の焼肉定食900円とか、あのそう落としっぷりが、私は去年あんまり金使ってないですからね。でさっきの食堂はその中華そば500円とか普通のメニューも結構ありました。ただ気前よく使おうと思っている人間用のメニューですかね、秋馬丼は。まああれ宣伝もしてるしな。代行というかもう完全にバス路線になっちゃってますね。線路の跡が バス専用道になってて、私はそういうの初めて見ました。あ、前横切ってるあれが多分そうです。あれがバス専用道路、ほやぼやバス。また向かい風だな。気仙沼線は将来的にどうなるんですかね。これが気仙沼線後の線路ですよね。うん、サミット明日行きます。今日混んでるでしょうね。初日で天気もいいし。ん？雨は今日は持ちそうな予報でした。明日はどうなるか分かんないですね。まだ気仙沼まで40キロぐらいあるから、私の明日だと6時過ぎる。何が走ってる？ちょっとしかかったのびっくりした。ああ津波が。去年来たとこの辺りあのスクラップにされた車がいっぱい積んであった辺りだと思うんですけどね。国道45号でしたっけ、国道海沿いの国道です。向かい風が、そうそう割と車多いですね。神谷
ここもなんか建物作ってて、あれあの橋脚は何だろう。紅葉はこの辺りまだまだだと思います。あったこれか、過去の津波浸水区間ここまで、三陸道っていうんですかねこれ。やった、いやー贅沢なもん食いました。爪痕はまだ元通りになるという以前に瓦礫が撤去されただけの状態の場所が結構あります。どうした線は今のですか、新しい高速ですか。これ歩道に上がったらよかったな。車を待たせてしまってる。歩道がいいですねここは。そうそうで、この辺りの高台は被害を受けなかったとこで、建物なんかも前のままなんですよね。あ、高速。ここから右に入ったあたりちょっと市街地がありますね。いや、まる。まあ危険っていうのもあるし、あと一緒に道路走ってる車とかをイラつかせるのは危険だと思うんですよね私は。ふう、進まねえ。そんな軽くないです今の状態は。止まってその持ち上げるところまでなかなかやる気なんないですね。そこまで緊急な状態でもないとは思ってるんで今。逆に止まってる方が危ないかなと思って。筋力でも去年よりやっぱ交通量多い感じがするな。同じ土曜で。こんにちは。次は宇多津駅前の、気温は14度ぐらい、食べたのは海鮮丼系です。自転車はまず自転車 OK って書いてあるほどは無条件に大丈夫ですね。でそこから先はグレーですね。車道が危険だと判断したら歩道に上がっていいっていうルールだけど、そんなん誰が境界線引きするんですかね。どういう態度でどういうスタンスから解釈するかによって全然違いますよね。とにかく言い張ることができるんだったら何やってもいいと考えている人と、気仙沼までまだ40キロ近くあるんですよね。そう、去年もここから先は結構長かった。昼飯豪華でございます。汁粉と合わせて2000円分食べましたね。40キロ4時間以上かかるな。なので6時過ぎる予定です。もう日が暮れてから1時間ぐらい経ったあたりかな。安全。うん？誰が
いや、この先あまり寄り道はせずにそこそこ行こうと思ってます。チャキチャキ。いや、宿は夕飯ないので、また復興屋台村っていう気仙沼の宿の近くにあるところに行こうかなと思ってます。 GoPro は大丈夫なはず、バッテリーは充電できてるはずなので。メディアが6時間ちょいなんで、10時半スタートだったから、夕方5時ぐらいまでは大丈夫ですね。それプラス昼に止めてた時間分だから今日1日はギリギリ持たないぐらい。 YouTube 動画はもう何日分溜まったかな、9足す3で今10日分溜まってますね。今日13日目が溜まることになりますね。カクカクです。電波がいろいろ調子悪いみたいなんで、See you マダム。風向き悪いな、どうも。上り坂は下りがあるけど、向かい風は報いが、何も救いがない。いらっしゃいませ。今回はできるだけ被害が少ないものがいいな。64GB って何の話だったかな。 SD カード、あ、買い足しました。今1枚4000円だったかな、5000円だったかな、確か4000円ぐらいでしたよね。 64GB のマイクロ SD カード、もう2枚足して2日分ぐらい取れるようにはしたいんだけど、なんか踏ん切りがつかない。1枚4000円もするメディアを。遠くに、マイクロ SD は小さいやつだったら今コンビニで売ってるんじゃないですかね。容量小さいやつだったら。オーディオインターフェースは今回買い、見つかって、今使ってるのがこれ一つと、隙間とは何のことかな。で、予備2個持ってきてます。オーディオインターフェースの中身があんな単純な構成だったな、構造だったなんて。外から端子を強く押し込むと中で外れてしまうっていうハンダ付けが。データ入ってたらもう泣き濡れてましたね。枕をウェットにし続けるとこでしたよ。猫じゃらし、あ、マイクですか。マイクは今これフェルトをかぶせてます。マイクの開口部にフェルトを貼って、開口部の周囲に両面テープを貼って、フェルトを固定してます。ん、何にハマってトラック多いですね。金の SD カードまだ37キロある、遠いなー。ススキをつけましたね、風防として。ススキの方を束ねて、マスキングテープでマイクの、あ、マイクってウェブカメラのマイク部分に貼り付けて、そしたら本当に効果ありましたね。後で録音したの確認したら、あ、タイムシフト確認したら、ん、休憩、自転車ですか、了解です、忘れてなければ。本当にふわふわしたもので覆うだけで効果あるんですね。ただつけようとする端からススキの種が飛んでいってたけど、雑草で。いや、でもあれは秋だけじゃないですかね。あ、延長します。予約枠です、これは。ん、揺れて音立てる、ススキはですかね、ススキのふわふわしたところを。やっぱいいですか。おお。来週は多分動画編集してるんじゃないかな。でも実は11月中に、アナの株主優待券使いたいんですよ。1枚まだ使い切ってないのがあるから。できれば片道飛行機で、帰りは新幹線で帰れるようなところがいいな。
な、九州方面とかかな。この間行こうと思ってボツにした車道、いやここはさっきよりは広くなったなと思うんですけど、何が沖縄、年末は沖縄かな、どうしようかな。あ、そうだ、もうじゃあ年末旅行の飛行機チケット取っとかなきゃいけないんだ、時期的にもう遅いか。そういやすっかり忘れてたな、飛行機って2ヶ月前から取れるんでしたっけ。2年半、YouTube の方はまあやり取りはできないんですけどね。 YouTube、 これも線路跡ですかね。 あそこ駅の跡か、あれは穴葉、うん、復旧、ここはまだしてないみたいですね。バス停があるってことは、あのさっきみたいなバス専用道はまだこっちは作ってない。さっきあの三々商店街の近くでもあのバス専用道の工事やってましたよ。もうしばらくしたらこっちまで伸びてくるんじゃないですかね。いいよと、あそこにあの駅が、駅の跡が、これ多分あの気仙沼線の跡じゃないかと思います。ここまだ手つけてないですね。そう、流されてあの崩れたところですね。お、爪痕ですね。あの家は新しく建てたのかな。お、なんか背広の人たちがワゴンに満載されて車内から写真撮ってた時、あれ視察とかそういうやつですかね。線路跡取ってたよな今の人たち。ん？防衛庁ですか。やった、また上り。あ、外部バッテリーが切れた、交換だ。時速、巡航速度だったら20キロぐらいだとは思うんですけど、20キロ過ぎぐらい、1日平均するとやっぱり10キロです。速度は今日止まるかどうかっていう以上に聞かれてますよね。今度からタイトルつけとくか、アベレージ何キロって。止まるかどうかっていつも聞かれるから。あ、自転車紹介、そうですね、やっぱり忘れてた。自転車軽車両なので普通に車の速度制限はかかると思います。年収か、あとアベレージの話すると、私はですね、あの速最高の層つけてないんですよ。私は最高の情報を必要としないツーリングなので、はあ、タイヤ、これはですね、あのフィックスリフレクティブっていう、ああまた宣伝してしまったよ。フィックスリフレクティブっていうシール貼ってます。これ夜になると綺麗に光るんですよ。ちょっと待ってください。20キロぐらいですね。宣伝を打つ、これはあのプッシュ式の、そうそう、プッシュ式のスポンサー、ん、なんて言うんだろうな、日数制限スピード、あ、確かにそうだよな、確かに分からないと言ってしまえばそれで言い張られそうな気がするな。私はスピードメーターつけてないので速度分かりませんからとか言い張る人がいそうな気がする。この黄色いのは本当に夜の後、あの光り方が綺麗なんですよ。これタイヤがじゃなくて、あのリムに
これ、ディスクブレーキなんでリムのとこに反射でかかってるんですよ。これフラッシュさせてみればわかるんですけどね。例えばそうそう、この iPhone のわかるかな、ちょっと待ってください。ウェブカメラのすぐ近くにフラッシュ、あの iPhone のフラッシュつけて、これで見えるかな。ちょっと待って、どうだ、これで光ってるの分かりますかね。ウェブカメラの近くに今フラッシュ持ってきてるので、反射して分かる明るさだったら見えるはずだけど、分からん。夜、分からんか。さすがに昼間じゃ分からんか。分かりませんね。タニアバッグ便利ですね。リンコの時にこのタニアバッグは2つ一緒にくっついてるので、間に肩を入れて持ち上げると運ぶのが楽なんですよ。さて行くか。あ、前に GoPro がちゃんと給電されてるかどうか。されてる、 OK。よいしょ。壊れたっていうのは、福島で壊れたのはオーディオデバイスですかね。300円だったので買いました。3個買って2個予備で持ってきてます。もう壊れても大丈夫。いや、値切らない方です。そういうの苦手ですね、私は。300円、正確に言うと320円だったかな、1個。小さい段ボール板に3つ貼り付けた状態で送られてきましたか。封筒に入った状態で。そう、安いです。変換名人とかいうところのって言ってもあそこも代理店なのかな。そう、メール便で届きました。私はメール便の方がありがたいですね。魚肉ソーセージは普通。なんかキュッキュッて言うな。まだまだなんですね、復興作業は。いや、ブレーキの方の音ではないと思います、多分。そう、工事いっぱいやってますね、まだ。さっき の、 静川のところも海の近くは、ほとんど前のままでしたね。1年前と同じでした。そう、一人暮らしだと受け取り面倒なんですよ。今回メール便じゃなかったら、下手したら今回の旅行に間に合ってない可能性もありますからね。死体のコンビニ受け取り、ああ、アマゾンが出すやつだそうですね。アマゾン自身が取り扱ってない、アマゾンマークは、アマゾンマークじゃなくて、なんだっけ、プレミア、プライマリー、なんだっけ。まあ、とにかくアマゾン自身が直接扱っている製品しか、商品しか、コンビニ受け取りはできないんですよ。ん？何プレ？あそこもなぜか道の上だけ残ってるな。これも線路の跡ですね、多分。そうか、トンネルとかは直接被害受けてないのか。ん？
高級マンション、受け取ってくれるマンション側のサービスですか。そういうのはないな、人いないしな。まだバス用に整備され直してない。バスラピッドトランジット BRT っていうのは、あの線路レールも使えるやつというのじゃなくて、バスラピッドトランジット、バス高速なんだ、トランジットって日本でなんて言うんだっけ。なんとなくニュアンスは分かるんだけど、運送も多分気仙沼線ですよね、ここはだと思います。柳津から気仙沼方面、観光バス。モードビークルがあのレールのやつか、 DRV。 おっさんみと今日もやってるんですけど、私は明日行こうと思ってます。もう今日間に合わんすな。おめサミットを望むところよ。人ごみが減っていいってもんよ。またその場合配信ができるかどうか分かりません。お店もそれ困るな。ただ25店舗全部は食えないんですよね。頑張って6店舗ぐらいかな。助手がいない。そう、店に並ぶためだけに来てくれる人が、餅何をかけて、神奈川、確か山梨からいくつか出てるんだったっけ、こっちは。そう、ズーボルテルテテルテル坊主。まあでも晴れてくれた方が楽は楽ですけどね、雨が降ると大変です。この間露店、またパクっちゃったよ。あ、向こうはパクったって言ってんのか。ニコ生中という看板持ってきました、作って。それは宿配信で見せられると思います。もうロケ終わってますよね、今放送するってことは。高原もちもち、日野さんの本当にあのまさに頑張ってないですよね。私ああいうのは結構好きですね。いや、頑張る人が嫌いだというわけではないんですけど、
バスで逃げたり電車で逃げたりするのを全く隠さずに見せてるっていうのはいいなと思いますね。向こうの町中おかみを、あ、うん、具合はそうですかね。私も あんまり何度見てないんですけど、何度か見た範囲ではおばちゃんにやや冷たい。ああ延長もしかして本当に失敗したか今の、はあ、確かオンにしてたと思ったけどな、はあ、うん、オンにしてたのにな。どれ再接続できるかな。まだ来ない。来た。詐欺っぽい。よっと。通常発信だから吹き早いな。行きましたね。すいません、何でもありませんよ。何でもありませんよ。発信終わったりしてないですから。大丈夫です。大丈夫です。皆さんの画面には配信終了とか出るんですかね。そもそもこの時あの新しいタブレットを買ったりしたら、そう、必ず最初の30分で、いや必ずというか起きる時は最初の30分なんですよね。ほぼまたたましました。終了で出るわけではないですよね。あ、経過時間は止まります。じゃあ本当にやっぱり終了したように見えるんだ。何なんですかね。まあ多分11月中ぐらいに買うとしたら、11月中くらいに Windows タブレットどれか買うんじゃないかな。このん、何がうまく、やってます、すいません。やっぱり終了って出るんだ。じゃあやっぱりあの終わったと思ってあの見るの気づかない人も多いわけですね、やっぱり。すいません、早く配信環境をなんとかしなきゃな。でもめんどくさいな。コマンド、何が来てる。コマンドエイム、Z さん本当に独身なんだろうか。私はあの独身ですかとは聞いたことない。サラガイ、何でしょう。地名がサラガイ。気温15度。どうぞ。またバスだ。リエさん、リエさん人妻ですけどね。あれ？あ、回送か。なんで同じバスが2つ続けていくんだろうと。結び丸メインのやつだった今は。というかあの、リエさんの旦那さんが Z さんとよく一緒に走ってるみたいなんですよね。しげるさんだっけ。面倒。気温今度は17度。今回はスキンストーブ持ってきてないです。今回は前回よりあのこの間福島に行った時よりもさらに軽量になってます。
着るものを少し減らしたのと、怪しいですね。で、そういう話か。FM エリー、そうですね、多分今の私のこの環境だけの問題だと思うんで、なので手取り早く新しいハードウェアが欲しいな。最初はもうそろそろ市場からなくなりそうなレッツノートの J10 を J10 を考えてたんですけどね。でも今出てこようとしている Windows タブレットは重さと画面の広さの割に、あれ1キロくらいですね。ビルコムでなんとか。おすすめのタブレットは、とりあえずスペック、野菜にんにくさんが、あれ、一番バッテリーが、スペック、カタログスペック上バッテリー持続時間が一番長いのは富士通のアローズじゃないですかね。15時間持って、しかもそれで本体重量が iPad と同じ600何十グラムっていう、一体どうなってんだあれ。ほとんどバッテリーでできてんのか。あ、千羽鶴のとこだ、ここ。この先宇多津大橋落橋のため通行できませんって。あ、撤去されてる。去年の千羽鶴がなくなってる。そう、防水防塵、酸にも、なんだっけ、薬品にもある程度強いとかいうのありましたよね。あれスペックで見たらものすごいですよね。あ、新型 iPad Android、 それなんですよ。そしたら NME でもう全部解決なのに。あとは NME が映像のストリームに干渉しないモードをつけてくれたら。あ、さっきも言われてましたね。ただあのバッテリー容量で、普通のバッテリー容量で15時間持つって言ってるってことは、それなり省電力なんじゃないですかね。つまり熱くなりにくいってことはないかな。で、去年はここの壁一面に千羽鶴が並べられてたんですよ。さすがにずっとやったらもうボロボロになりますからね。置いといたら GoPro ですね。それが、祖先バズルは撤去されて、上の方に黄色いでかい、ロッパズルがありますね。で、ありがとうっていう文字は残してある。あそこです、ここ。近づいて触ってみたら、割と水に強そうな千羽鶴でしたね。防水、そうそう、あとその富士通のやつのアローズタブの10インもう少しでかいやつの方は、空冷ファンがついてるんだけども、防水の空冷ファンで、水に浸水してもしばらくは水冷として動くんだそうです。途中からもう水自体で冷えるから、ファン回らなくても大丈夫らしいんですけどね。で、その取材した人が、これって水中で自走したりするんですかっていうふうに聞いたら、開発陣が、そう、我々も潜水艦みたいに自走するんじゃなくて期待したんですけど、重すぎてダメでしたって返してましたね。開発の人だか、うわ、開発陣か、まあそのイベントに出てきた人だかが。勝手に水中で動くタブレットとかあったらかっこいいのに。確か去年もこのだったな。あ、で、これが去年祭りやってた復興商店街、伊佐戸駅前復興商店街。通常状態だと露店が出てないだけかな。ちょっとちらっと見ていきましょうかね。
去年ここに何時までいたんだったかな、おやつかな、おやつか、さっきぜんざい食ってきたんですけど私。こっちはさっきの三三商店街よりは人来てないですね。やっぱり JR の宣伝とか車、さっき食べたばかりなのに。でこの店が去年タオル買ったところですね、南三陸。どうしようかな買った手ぬぐい今持ってきてます。あれが頑丈なんですよ。そうタオル買ったのこの店です。今は置いてあるかな、あれ。今年もあ置いてある、同じもん置いてある。450円、当店オリジナルタオル。そうそう、これこれ今同じもん持ってます。緑色と赤もあるのか、いやこれは模様が違うな。あ、書店ありがとうございます。去年なんかあの飲み物売ってた兄ちゃんはいるのかな。いや私も使ってるこのタオルで、去年あそこのステージであのバンドのバンドでいいのかな、まあ何らかの演奏やってましたね、お母さんに。で、あと奥の店で去年ホタテ食いました。で、あ今やっぱり出てないな種類で、そのあたりに出してた店であのジンジャーエール買って、あ露店がないとこんな感じなんですね。ずいぶん店の数が少なく見えるな去年に比べると。やっぱ露店がたくさん出てたんだ。なんかあるかな、なんか人、まあ祭りの時だったからそれに比べれば少ないですね。イタツポスト展示コーナー、ポスト展示コーナー、うわおっとっとっと、今ゴーブロが当たった。え、ちょっと待って待った、おやつかな、これは。3月11日大震災の津波によってセブンイレブン宮城宇多津店のポストが流されるん？で翌年の12月末に竹富町西表島の豆部畑、西表島の河口付近の海岸に漂着しているの、すごいな。でそこから戻ってきてここにあると、ここから流されて沖縄まで行ってで戻ってきたっていう、すごい。そんなのあったんか。あ、うん、総協会。私の動画は基本的にどう使ってもらってもいいんですけどね、あの人の迷惑かけたりしない限りは。すごいな、あのポストが流されて移動するっていうのすごいですよね。なんかすぐに海底について、アラスカ、アメリカ、あなんか図に書いてありますね。太平洋を旅したポストってそんなに流れて継続するもんなんですかね。海底で転がり続けたりするんだろうか。名前書いた、おお、うん、返せ。ツールド東北2013。普段あれですね、あんまりなんかあの表でその見せ出してるところってないんですね、食べ物とか。冷たくて、今は冷たいものそれほどいらないかな。今あのガリガリ君的な状況じゃないですね、ノットガリガリシチュエーション。そうか、こちら食べ物屋さん普段そんなに良くないんですね。うたちゃんショップ、さっきあのボロボロになったうたちゃん橋っていうのが向こうにありましたね。まだ見えるかな。というわけで食べ物はあんまりないかな。
大体あの床屋さんとか電気屋さんとか日用品的なところが割と多いですね。さっきのさんさん商店街も奥の方にそういうのいっぱいありました。中野電気商会、山内ベルジュバンスサロンで美容室じゃないか、これなんだろう。で野菜売ってて、お菓子とか売ってて、バナナ90円。まあじゃあいいかな。ソフトクリーム売ってたか。今年はここはイベントやらなかったんですかね。検索したんですけど、ここのこっちのこの復興商店街の方でやるイベントっていうのが見つからなくて、ちょっと買うものがあんまりなかったかな。どうなんですかね、ここは経営というか生活的には問題ないのかな。いや問題はあるんだろうけど、どのぐらい苦しいのか。持ちに、あそこもなんかひっくり返りかけてる建物ありますね。さっきの海、最初に海出たあたりで見たやつとほとんど同じだ。なんかトイレだか小屋だかよくわからない感じの建物。よし、じゃあ行くか。まだまだやってますね。何年ぐらいかかるんだろう。夜は、あ、街灯ないですね、確かに。今走ってる分にはちょうどいいぐらいの気温です。15度ないぐらい。よった。販売も、ああ、やっぱりその、やった。住んでた人の密の違いなんですかね、この速度って。湘南、あ、今通りました。あ、ご飯いい。で、あのバス路線がバス専用道で復興しつつあるっていうのは大きく変わったところですけど、それ以外はなんかものすごく目立った進展はないですね。関係ない。港の方とかどうなんだろう。漁は昔に近いぐらいになってるんですかね。とりあえず港湾施設が整備されれば船が出られそうな気がするけど、でも船自体の被害も大きいか。こういう船とか、まあこれはボートだけど、一本松、この辺りもパラパラ見てありますね。南三陸辰宮、あ、ここもキラキラ丼やってた。ゴミで、ローソンがあって、向こうにもなんか物産売ってるところがある。
あちこちにこの何々の仮設住宅っていう看板が、看板の、看板というか案内板がありますね。先手打てたらエスパーみたいなもんですからね。皆さんか。富士山ロールケーキ&チュイル？チュイル？あ、多分これ仮設住宅ですよね。あれかな？作業用の、作業の人たちが泊まるところかな、これは。まあ、仮設っちゃ仮設だけど、一般の人用なのか、作業の人用なのかわからない。伊豆大島は何回行ったっけ？ 3 回かな？ 2 回かな？行ったことあります。あそこは電波ないんですよね。1年ぐらい前調べたときは確かそうだった。大島でな、何起きたんでしたっけ？避難させられなくて、まあでも、結果論だけから攻め立てるのはちょっと濃すぎます、濃すぎると思うんですよね。あ、土石流だったのか、あれ。伊豆大島どの辺りで起きたんですかね。中心部ってことは元町か。またこの間会社を午前中休むことになりましたけどね。休むというか自宅待機してました。この私の勤労意欲をどうしてくれるとか言いながら自宅でゆっくり待機してました。また風ですね。あ、元町か。本当にど真ん中ですね。伊豆大島の一番人が多いとこだ。うん、明日帰ります。夕方6時台の新幹線でを撮ってます。元町港か。港も被害を受けたのかな。ああ、元町のあの辺りでみんな斜面になってるから、想像ですね。どっか飛行機で行くと思います。熊本かな、阿蘇かなとかちょっと考えてます。そこも仮設住宅の看板ありますね。案内板が紀伊半島か。紀伊半島は微妙に飛行機で行くかどうかってとこなんですよね。あの南紀白浜空港だとちょうどいいかな。あとは能登半島か、東北そうかも。あの片道飛行機で行こうと思ってるんですよ。株の集大権が1枚あるので今。熊門はどこでも会えるんじゃないですかね。あれって著作権フリーにしてるってことは着ぐるみとかも自由にやっていいとかいうことはないのかな。一応着ぐるみに関しては熊本のキャラクターを崩しかねない挙動を避けるために制限されてるのかな。マッシー、何ついてある、何体もあるってことかな。いつも
椿シャンプー、そうですね、椿が名産というか島の植生が椿なんですよね。椿に侵略されてる。元町だと空港もすぐ近くですよね、あそこ。八丈島は過去2回行きました。2回目はちょっとイベント中継だけになってしまったかな。天気もちょっと良くない日だったし、あれどうだっけ、違う、雨が降ったのはどっちだったっけな。ホイさんが来た時だから1回目だっけ。あれでもアーツさんと一緒にいたわけだから2回目だよな。なんか八丈島の2回の記憶が混じってしまってる。確か半島全体ボーリングしましたね。なんでボーリングになったかっていうと、あれか、ミス八丈島が勤めてる先だったんでしたっけ、あれは。いや確かそうだったんじゃなかったかな。で、割と腕に覚えがあったらしいアーツさんが、ど素人の私とあまり変わらない点数だったっていうとかいうのだけ覚えてるな。この辺りはしばらく山の方ですね。あっちの道いいな。砂利道か。ここに、いや小笠原まだないです。あそこは覚悟がいりそうなんで、船動かなくなったら1週間帰ってこれ、1週間予定がずれるんですよね確か、船が週一だから。これ飛行機はまだ行けないんだったっけ。行けたとしても高いだろうから多分使わないな。日本一周はしたいですね。ただぶっ続けで行けるかどうか分かんないな。野宿ばっかりして耐えられるのかどうか。まあでも配信しなかったらそんなに条件的には厳しくないかな。ただ寒い時は私はちょっと寒いのに弱いんで、猫の島は行ったことあります。田代島ですね。猫神社も行きましたが、猫はそんなにたくさん見られなかったです。あとあそこは確か人的被害は島としてはなかっただったような。気仙沼線は今バスで、線路がバス専用道路として置き換わりつつあるみたいです。一部もバスが元鉄道用のトンネルの中走ってます。まさに何か将来鉄道にするのどうのっていうコメントもあったような。ウサギは知らないですね。どこですかね。猫だったら、イリオモテヤマネコのことだったら見たことないです。あ、接
整えたいに、おお、ふう、あ、猫がたくさん手放すとあったら他にもありそうですね。福島、一応野良ウサギってことなんですかね。何島うわ、あ、ここ整備できてますね。これも走ってるのかな。これがその配信中にパンクあります、大久野島。これがそのバス路線に、バス専用道に置き換わったバスところです。あの歩行者、あの車もとより歩行者も自転車も入れないです、ここは。で、まあそこは踏切みたいなもんなんですね、多分。どっかにじゃあ駅があるのかな、ここは。元の駅はもうちょっと先にあるな。そう、バス路線からしいです。これ自転車で走ったら速そうですけどね。自転車用に1日開放してとかいうのも簡単にできそうだ。船で渡る。駅があったのは、あ、駅復活してる。あそこに駅ありますね。ちょっとあの歩いていかないとあれ寄れない、近寄れないけど、陸前港駅かな。陸前港だと思います。あそこに駅あります。遠くて分かりづらいですけど。ああ、マラソンの、ここはって今走ってるところですかね。あっちのバス路線の方はもともと鉄道ベースだったら、あ、飛び島まで行ったことないですね。飛び島どっからどう行くんだっけ。ちょっと名前しか知らなくて、飛び島は。気仙沼まであと27キロ。3時間かかるとなると6時半になるな。まあ日が暮れるの間違いないですね。まあ宿は、食事はないとこなんで、呉から、あ、野良山ってあったっけ、あそこ駅ですけど。そう、まあ路面電車に近いイメージですね。そのホームが、線路とあの高さの違いがあるわけでもないんで。私は前マグロ丼食いました。三色マグロ丼だけ。あの店も港の方だったんで建物を壊されちゃってましたね。いや、たまに見えますよ、二本松。気仙沼、そうですね、フカヒレ。フカヒレか。アップダウン細かい。R がつく月ですね。
した標高差じゃないけど、それなり急な坂が細かく何でも出てくるから疲れる。まあ遠くでね、なんでか。前回は紅葉がちょうど時期だったからこっち来て、今回餅サミットがあるからこっち来てます。だからですね、そうですね、切り通しですね、ここは。でもまだ登ってる。無添加さんいらっしゃいませ。タイムですか。気仙沼、アイヌ語由来で沼とかいう名前あったっけ。今日はこの手の登りがいくつぐらいあるんだったかな。確か10以上あったはず。まあ頑張ります。まあまあ、気仙沼太平洋、しばらくしたらまた見えると。あ、なんだあれ。おー、こんにちは。あれ、今の人なんか昔日本一周やってたあの人に似てるな。今の人、荷物から言っても日本一周じゃないのかな。と言っても通り過ぎてしまった。前日本一周してたなんとかの人に似てたな。なんて人だったかな。私がこの間白布温泉を行った時にすごい荷物でしたね。で、顔もかなり焼けてた。南へ向かってましたね。気仙沼市入りでもまだ D さんって、確か1年か2年ぐらい前にニコ玉のやってた人でしたよね。よっ、荒玉水道、あ、荒川玉川水道なの、あのまっすぐのとこですね。まっすぐな、何が踏切、この辺りの話ですかね。踏切の話は多分聞いてないな、知らないな。あ、海また見えた。気仙沼市に入ってもなかなかここからが距離がある。ん？何だった？そうそう、気仙沼なんかマンボウのマークがあるな。ああ、踏切のあの話か。いや、どの踏切か知らないです。と今バス路線を上から見る場所があったんで、ちょい写真。気仙沼市はここから中心地まで20キロぐらいあるかな。パーセントこれ本当になんか自転車道みたいに見える。横浜市も広いですよね。あ、ちょうど通った。なんてタイミングのいい。ていうかバスかなり通ってますね。おお。やった。電波か、あれ？そうなのか。市街地はまだ市街地ですね今。声は言ってるのかな。今のバス路線を跨線橋の上から見てたら、ちょうどバスがトンネル入ってきました。あと海も見えてます。
そうか、今行ってないのか。こうしてみると結構山っぽいな、この辺り。電波か。映像、じゃあ音は行ってるんですね。そう、バスがちょうど通りました。あれ抜けたとこかな。ちょうど海に出ました。今風が強い。電波なのか規制なのか。ここはコイン精米機と釣り餌屋さんと自販機、酒タバコ。今下ってました。また戻り始めました。この辺り平坦なとこないな。あ、あそこも駅があるな。配信の開始ボタンを押すような状態になって、うわ、あの辺りもすごいな。ないかどうか。クラウチ明日もっと駅ですね。今ちらっと駅、あの新しいあのバス路線向けの駅が見えました。ここはクラウチ。あ、クラウチですね。アリス式か。ハンプティダンプティ的な。うまく返せねえ。アリス。だからここから北の気仙沼から先の海岸沿いはまだ行ったことないんですよね。あと20キロちょい。でも細かいアップダウンを繰り返しているので結構時間かかります。25キロぐらいあるかな。まだ27キロって表示見たのがどのぐらい前だったかな。できましたか。じゃあエリア的な問題だったんですね。電波のあるない的な。お、自転車の人だ。今日2人目。こんにちは。地元の人かな。そう、20数キロだと思います。ございます。倉内駅のとこ過ぎてピークを越えて標高30からまた下り。お、今のそう、見えますか。クロスバイクメントとかにもよるんでしょうけど、ノーメントでやったらまずチェーンとかが錆びて、それで無理やり乗ってて、どのぐらいなんでしょうね。いろいろだ、いろいろ。
温度16度。下げすぎてる。仮説ですね。前こんなだったっけ。今の橋覚えてない。流されたでしょうね。でバス路線がまた一般道に出てくるところだ。でまた上りですよ。できれば気仙沼の港のところがまだ明るいうちに着きたいけど厳しいかな。明日はもう朝7時前の列車で臨行しようかと思っているので、明るいうちに見られない気仙沼の港を。去年確か途中からGoPro映像撮れてなかったんですよね。明日は現地まで確か40キロぐらいあるんだったかな。なのでよっぽど早く出るか、お礼にお似合いなのはこういうもんですよ。去年のコースとめちゃくちゃ早起きして走るって手はあるかな。でも明日雨っぽいので天気悪そうだったらもう臨行ですね。もちサミットの場所取り的にも今回配信したいと思ってます。こういうので、お、リスのバスか。上りはまあ解釈によるかな。肉体的には辛いですけど、達成感とかあと景色とかありますからね。明日帰りです。一泊二日です。一泊二食って言いそうになった。ちょっと雲が良くなってきたような。物件次、今回のツーリングの後だったら未定ですけど、未定です。今日の話だとしたら宿配信ですね。次は夜10時ぐらいから。登り、景色は基本的に見ながら登りますね。まあ、あとある程度以上負荷かけるときついから、できるだけの精神的に楽なように鍛えられないけど、それはそれで別に構わないし、同行法はなんか、どこあるんだったっけな。駅だ。ああもうこれなんか本当にバス停の場所に駅が建ってますね。これ元駅の場所じゃないよな。駅はもともと
もうちょっと 右手前あたりに。おお、もうちょっとあの向こうの方にあったみたいなんですけど、今本当にバス停の場所に駅の建物が建ってますね。といってもこれ本当にバス停だな。駅、名前は駅だけど作りがバス停だ。自転車はというか車両は左ですね、日本だと。小泉中仮設住宅、この辺りも線路はまだ。小泉でしたっけ今ので。海側の方にある線路はまだボロボロですね。前のままだ多分。バスです、バスです。カラス、今カラス見えました？映りました？中学校、いや、どうだろう。中学校の校庭に住宅があってわけでもないのかな。ああ、照れてますか。まあ、しょうがない。でも明らかに去年より悪いんですよね。配信、あの通信状況は。この辺りも撤去されただけの状態だな。ちょっと残されてる建物があちこちあるな。海ペリーの方に。ランちゃん、去年より悪いと思います。いやー、あー、このとこですよね。そうそう、そういや、そうだ。白線の外側がグレーだったのが正式に逆走ダメになったんですよね。でも普通そうだと思うな。お、あれはなんカテドラル、 TKA カテドラル、カテドラルって何でしたっけ。向こうの柵の中のでっかい建物に書いてあるカテドラルって、カテドラル、カテドラルで、気仙沼処理区入り口と書いてある。災害廃棄物処理業務、なるほど。あそこのその路側帯というか、あの作戦の外側グレーだったのが NG になったってことじゃないですかね。災害廃棄物を処理しています。そう、そのあたりを今日ずっと走ってます。あれはなんか
瓦礫とかを覆ってる建物なんですかね。カモカモ、カルガモだ。20キロ切ったかな、まだかな。公式に叩き寝た叩き寝た。人を叩くことは気持ちいいです。ミナベロ、